インドは中共ウイルスの影響を最も強く受けている国の一つであり、その経済的衰退も世界で最も深刻である。中国とインドの国境で45年ぶりの大規模な流血事件が発生し、2ヶ月以上経過しており、双方が紛争の発端となった相手を非難している。FX168 ファイナンスネットワークによると、実際の支配線の不一致により、中国とインドの間で国境の摩擦が時々発生しており、それは深刻な場合もあれば、軽微な場合もあり、ニュースになるかどうかは、双方の報道する意思にかかっているという。インドの動きのタイミングは興味深いものである。8月31日、インド政府が主導権を握り、インドのメディアは、中印紛争が話題になっている、と大々的に報じた。同日、インドは最終四半期の経済データを発表し、4月から6月の GDP は、前年同期比 23.9% 減と急落した。2014年から2020年3月までのインドの四半期 GDP 成長率は、前期比 9.7% 増をピークにプラス成長となった。しかし、2020年4月から6月にかけて、インドの四半期成長率は急落した。これらはすべて中共がウイルスの流行を隠蔽した結果である。最近のインドの流行は悪化の一途をたどっており、5日連続で1日に75,000人以上の新たな患者が確認されている。9月3日現在の累計死亡者数は67,376人。確定症例数は385万3406人。西側の医学専門家は、インドの流行は制御不能になりつつあり、13億人のこの国に壊滅的な被害と損失をもたらし続けるだろうと考えている。日経アジアレビューによると、インド中央銀行は先週発表された報告書で、インド経済の収縮は今年7月から9月まで続くと述べ、格付け機関 ICRA は、7月のレポートで、インドのロックダウン措置と感染者数の増加によって、今年度のインドの年間 GDP は 9.5% 減少すると予想した。